では藤森コーナー始めていきたいと思います。今日も石田さん、はい、よろしくお願いします。はい、ありがとうございます。はい、今日はですね、ちょっと一つ質問が来ているので、はい、それを答えていきたいと思います。はい、じゃあ私は感情面で、藤沢さんは実践面でお願いしたいと思います。はい、質問がね、自身の意思決定に対し社長さんの質問ですよね、社員がどのように感じているのかが常に不安だ、という質問です。藤沢さん、そんなことありました？ないっす。ないです。なかった？え、なんで？ないです。もう自分の意思決定なんだから、社員のことで気にしてられないと思ってましたね。本当？うん、そうなんだ。社員の人のをもちろん考えなきゃいけないんですけど、うん、でもやっぱり根本は方向性を示すのは社長であって、うん、確かに確かに、うん、そうだね。で、そこを社員がどういうふうに評価してるだろう、考えてるだろうを考えちゃえば、社員は10人いれば考え方は10人といろなので、そう、確かに全員を納得させるってことは多分現実できないんですね。確かに。そうなると、もう自分の考えはこれなんだっていうので、それが自分が正しいっても信じてるのであれば、あ、気にする必要がないと思うんですね。なるほど。気にしても答えは出ないですし、何が正しいかは分からないので。なるほど。多分ね、でも多くの社長さんは自信がなかったり、これでいいんだろうかって思う人、これでいいんです社長が自分がこうだと決めて、で、後からやっぱり違うかもと思って変えることはちっとも恥ずかしいことじゃないので、あ、なるほどね、確かに。あ、そっか、じゃあそれをみんな貫き通さなきゃいけないと思っちゃってる。自分が決めたことを絶対これは自分も違うんじゃないかなとか途中で思い始めても、掲げたことだから変えられない、変えちゃいけないんだと思う必要はないんですよね。確かに。うん、やっぱりどんどん物事は進めていけば、こうじゃないかも、こっちの方がもっといいかもとか、やっぱ考えてたことと、これはちょっと良くないなとか、変えたいと思うことが絶対出てくるはずなので、確かに、変えればいいだけなんですよ。そっか、そこをね、またね、変えられない人が多いと思うんだよね。で、変えられないのっていうのは、きっと社員の人たちのことを気にしちゃうからなんですよね。気にしちゃうから、またなんかこの人と言ってること全然違うじゃん。あの人全然なんか考える気まとまってないじゃんと思われたくないっていう心理が出てきちゃうんですけど、人間なんだから変わるし。で、ただ変わった時に考え方とか、方針を変えましたと言った時に、やっぱり一応こういう理由だから変えたんだってことは伝えてあげるべきだと思いますけどね。なるほど。じゃないと、あの人思いつきでコロ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 変えるっていうふうに、まあ思われてしまうのは確かにいい評価にはならないので。なるほど。評価にならないし、組織としてそれはいい状態ではないですね。なるほど。であれば変えた理由を伝える。なるほど。変えた理由っていうのはどうして変えたのかっていうこと、それ前はこういうふうに A だと思ったんだけど、今度 B にしてみた。今回この B にした理由、もう単純にそれはもう本人が、社長自身が感じたことを率直に伝えればいいと思う、ね。じゃあ、あの時は A が正しいと思ったけど、今度は B の方が正しいと思ったんだよって、それだけでいいの？B の方が正しいと思ったのはなぜかですよね。あ、そうよね。それは社員たちもなぜこうやって、なぜこれに変わったか知りたいので。だけどそれって A から B に考え方を変えるのには、その経営者の人も理由があるわけじゃないですか。ある。その理由を伝えればいいだけだと思う。こう感じたからこう変えたんだっていう。藤沢さんってさ、その理由をいつもちゃんと自分で把握してたんです？いや、把握してるというか思った通りですよね。例えば A という目標を立てていて、まあ、A というやり方をやっていた、やっていた、やっていたけど、だんだん進めていくうちに、こっちより B のやり方の方がもっと最短距離で目標に達成できるんじゃないかと思えば、それを伝えるのは単純にその理由ですよね。こっちの方が多分目標に達成できる確率が高くなったと思うっていう。なるほど。じゃあその今言ったその A から B に目標達成になる理由がこっちだと思うって言った時の、藤沢さんの根底っていうか、そのそれぞれの社長さんのベースはあると思うんだけど、売上が早く達成するためには A から B になったっていう感じ。そうですね。じゃあ例えば D から C、E になったっていう時も、売上がここのベースは変わらない感じなんですか？まあ、ベースはそうですね。その掲げる目標が売上なのか利益なのか、はたまた何かもっと別の数字とか何か掲げてることに対して、どのやり方が一番僕からすれば最短距離で到達ができて一番効率的であるかを求めるべきだと思うので。なるほど。その効率的ですとか最短距離のやり方が変わったんであれば変えればいいだけなので。なるほど。多分ね、そこが売上までの利益でも何でもいいんだけど、最短距離で自分が経営していくんだっていう、自分のそもそも何のために経営してるのかとか、なんで今何を大事にして今これを進めていってるのかっていうことが、
ちゃんと自分で分かってない人はここが分からないと、ここからここに行った理由はそもそもここがあるからねって言えないんだと思うんですよね、うん、そうですね、うん、やっぱり根本としての立てた目標はなぜなのか、うん、何のため、うん、ここの根本が、ね、やっぱり大事なんです、うん、そこが社員とも共有しておくことが大事、そうだよね、なぜこの目標を立てたのか、うんうんうん、これは何を目指すとこだよっていうことの、そこの指針っていうのはもう絶対に必要なところなので、そうだよ、ね、結局ここがブレてなければ、うん、途中のやり方が変わることはブレてるとは言わないので、そう多分そこをね、うん、勘違いする人多いんだと思うんだよね、うん、A から B になったから自分はなんかこうブレてる感じがするんだけど、うん、そうじゃなくって、ね、そもそもそうアプローチの仕方が変わっただけであって、それはアプローチはいっぱいですもんね、目的に対する何を目指すかは何も変わってないはずなので、確かに、うん、その目的って、うん、みんな分かってるようで分からない気がするんだけどね、どうなんですかね、うん、藤沢さんは昔はどうだったんですか、そこの目的は。あ、そこに関しては何も変わってないですね、うん、昔もそうでした、もう自分のやり方は結構しょっちゅう変えてました、うん、やっぱりこういうやり方の方がいいと思ったから、うん、こういうやり方に変えるっていうこととかはしょっちゅうやってましたけど、あの目的は変わってないですよね。なるほど、うん、目的はどんな目的だという、最短で売り上げを最短で最短で売り上げとやっぱり利益をどう出すか、うんうん、が一応の目的なんだ、うん、そうですね、なるほど、そこを一応経営者だからそこをぶらさずに、うん、じゃあアプローチの仕方はいろいろ変わるのは当然だよね、アプローチが変わるのも当然ですよ、逆にずっと変わらないはずがないので、うん、始めていけばもっといいやり方この方がいいんじゃないかっていうのは必ず出てくるんだと思うので、うん、なるほどなるほど、うん、そっか、なるほどね、売上に対してどういうものが最短なのかっていうここのベース、やっぱこれで経営者の人たちはそこをやっぱり大事にし、でもこれってみんなも同じものなんですかね、うん、目的なのかな、例えば社会貢献をしたくてやった人もいれば、うん、いろんなそもそもの理由があるじゃないですか、うん、そう目的はそれぞれ違うと思うんですね、それはもうその会社の経営者の人がこの会社をどうしていきたいのかっていうことが、まあ、判断基準が全てなので、そうだよね、そうだから社会貢献が目標であればじゃあ 何をすることが社会貢献なのっていうところを決めてですよね、確かに、うん、そうですよね、一枠ね漠然と社会貢献と言っても、うん、そうだね、いやだって事業をやってること自体が社会貢献だと言ってしまえば社会貢献だし、うんうん、具体的に何かじゃ寄付行為をやることが社会貢献というふうにその会社は定義するのかっていうところなので、うんうん、確かにそうだね、うん、本当ね、そうなんだよね、そこが多分ね、みんなやっていくうちに利益に特化してしまったりとか、うん、今の目の前のことを何かしなきゃと思っちゃったり、そもそもの、うん、そもそもなんでやってきたんだっけっていうところがみんな、そうですね、多分ね、ちょっとブレで今みたいにこういろいろな不安があるときって特にそこじゃなく目の前のことをやって始めちゃうとね、うん、結構そもそものところをなんかちょっと、うん、どっかに忘れちゃってるのが多いかもしれない、ね、まあ多いですね、やっぱり目の前のことにね、うん、日々どうしても経営にしても追われてしまうのはもう現実ではあるんですけども、うん、やっぱり根幹のね、一つこの会社の目的は何なのか、そうだね、うん、この会社は何のために存在しているのかっていうところを、ね、やっぱりたまに確かめることは必要ですよね、うん、確かに、うん、なるほどなるほど、やっぱそこが一番大事ですね、何が大事ってね、うん、そうですね、さっきの、ね、質問で社員の人たちがどう思われてるかっていうことを考えるよりか、うんうん、自分の中でこう決めたこと何したことっていうのもそもそもこういうことだからねってそこを社員と共有しておくっていうことが何より大事ですね、そう何より大事ですね、日々の目標とか具体的な指示とかに関してで、うん、いちいち社員がどう思ってるだろうは、うん、もう考える必要ないと思うんですね、そうですよね、そのためには根幹としてこの会社は何を目的としている、うん、何を目指しているんだっていうところの基本指針ですよね、そうだよね、そこの共有ですよね、ここが共有できていれば、ね、うん、まあ、そこに対してのアプローチの仕方とか具体的なやり方が日々変わるということはもう当たり前であるので、うんうん、そこは社員の人の評価は気にしてなくていいんじゃないかなと思います。確かにそうですね、やっぱり自分は何のためにその仕事やってるのかとか、なんで要はその見える売上出す何するっていうのもそうなんだけども、そもそも自分の中でそれは感情だったり気持ちの中でもなんでこれをやりたいと思ったのか、何のために今やってるのかっていうところをやっぱり経営者の人は立ち向かうっていうか、そこをちゃんと自分で言葉にするっていうのが大事なんですかね、そうね、やっぱり社員の人に伝えることが大事だと思いますね、そう、そこをね、うん、共有するっていうことはね、確かにそうだね、うんうん、だから僕はやっぱり日々社員にも、
今の会社でもそうですけど、うん、やっぱり基本の方針はこういうことを目指してんだよっていうことを伝えているので、うんうんうん、でこれに対して俺は日々やり方が変わるかもしれないけどそれはその都度伝えるけどね、だけど目指してるところはこれだからここは変わってないよってことは伝えてるので、確かに、うん、そこが伝わるとやっぱり社員の人っていうのはここがベースになってるから今これになってるのね、うん、これがベースだからこうなのねっていうとすごい分かりやすいよね、うん、やっぱりね、そうです ね, ね, ねそれを言ってるから僕普段はもう社員の評価なんか全く気にしないのであ、ただ根本として目指してるところは分かってるから伝えてるから、うん、これに対して俺は目指してることを日々伝えてる、ね、指示を出すよっていうふうに言っているので、うんうん、なるほどね、うん、確かにね、やっぱり何が大事ってトップの人のそもそも何のためにやってるのかっていう自分の思いをちゃんと、それが理念とかね会社の中心になることだから、うん、それを社員と共有しておくっていうことがやっぱ大事ですね、うん、だと思います ね, ね、うんうんうん、そうですね、じゃあ経営者の方とかね、やっぱりそういう方でその自分の思ってることをちゃんとね言葉にして、うん、で社員とか全員にちょっと共有しておくってなるといろんなブレもなくってみんなも同じ方向を向いていけるってことですよね、きっとね、方向を向いていける可能性が高いっていうだけです全員が同じ方向を向くなんてそんな理想的な組織は現実ないので、あ、でもさ、ほら、そう、ただ基本はこっちを向いてるんだよなっていうことが社員たち分かってればいいと思うんですよ、そうだね、そうだね、そういうことだよね、うん、そう、なるほどなるほど、うん、うん、確かに、うん、そうですね、そう、だから社長が日々の考え方とか指針を変えるのは全然別に何も、うんうんダメなことでもないですし、それが社員の評価が下がるということもないですし、うんうん、なるほどね、うん、そうだね、うん、結局自分の指針をちゃんと自分で分かっていて、うん、でそれをちゃんと社員にもちゃんと共有できているとみんなも同じ方向を向きやすいよっていう感じですね、うん、そうですね、うん、アプローチの仕方はいろいろ変わるけれども、うん、それはここが、ね、ベースになってれば、まあ、みんなにも伝えてれば、うん、まあ、そこはいろいろ評価を気にする必要ないかなって感じですかね、うん、もう朝礼誤解でいいんです、社長ははいはい、まあ、朝礼誤解するということは進化に向かっているという証拠なので、朝礼誤解って何字の通りですだからほら私漢字が読めないし書けないから、朝命じたことが日が暮れる午の時間には変わってる、なるほど、朝言ったことと夕方言ってることが真逆になる、それでも、OK、朝礼誤解でもいいと思いますすごい勉強になります皆さんね、はい、ありがとうございます、そうで僕は朝礼誤解で俺はって言ってます、そうかも、最初からね言ってます、そうそうそう、うん、でもそういうふうに言っとくと気が楽だよね、そう、確かに、そう、朝礼誤解だけど変えた理由は伝えるからって言ったら、ね、確かに、そうするとみんな安心しますね、うん、まあ、とにかくこの人何言ってるか分かんねえなと思うかもしれないですけどまあね、でもまあそこのところはちゃんと根底がちゃんとこういうことだからねっていうことの、うん、みんなが意思統一じゃないけど、まあ、一応ベースが分かってればいいことですね、うん、早い話がね、うん、分かりましたということなので深く考える必要はないと思います。いや、そういう社員の人の評価はあまり気にしすぎることはないと思うんですね。そうだね。そこだと思うんですよ。やったことによっての評価は別に気にしなくてもよくて、いいと思います、ここの自分のところだけちゃんと社員と共有ができていれば、うん、そこはそんなに、ね、大丈夫って形ですね。うん、はい、分かりました。今日ね、質問いただいた自分の意見が社員にどう伝わってるかがちょっと心配だっていう質問をもらったんですけど、なんかの参考になると嬉しいです。はい、嬉しいです。嬉しいです。どうも今日見てくださってありがとうございます。はい、こんな感じでありがとうございました。僕は20歳の時に一番最初の会社を起業して、最初は車の販売ですね、そこから始めて1年しないぐらいでアミューズメントの事業を始めたんですけど、いろいろな経験しました。本当にスタートアップから成長期、そこにかけてでいろいろな金融手法も駆使したりとかはしたりですとか、約2年前ですね、はい、東京初のコロナ関連倒産の会社となってしまいましてね、だって84億の負債をして倒産してるじゃないですか、うん、ね、次の事業展開したいって思ってらっしゃったことが、はい、最後までご覧くださりありがとうございました。チャンネル登録と高評価していただけると嬉しいです。どうぞよろしくお願いします。